義水県は中華人民共和国産当初を臨儀市に位置する県義川が流れており、県名もこれに由来する。寝台に、老軍の下に、拠点が設置され、全館に、東部は、女州牛支部老屋軍トンガ岸ン県西部は、遠州支部大山軍外県南部は、常用国東案県とされた。五管になると、常用国は廃され、義水は、 女子牛支部牢屋国の管轄とされた。五巻末、東岸県と二県が、軍に、昇格、三国時代には、義の女子牛支部東岸軍東岸県、東岸県が設置され、南部は牢屋国用都県とされ、新大まで踏襲された。297年、東新は東岸軍を設置、その後の南北朝時代ではと、朝、前円、前進、五円。 南縁の活動地域とされ、南縁の母謡徳により、東岸県は一時断条件と解消された。追徴による中国統一が達成されると596年に、東岸県は義水県と解消。東岸県は義水県に統合され、老野軍の所轄とされ、義水の県名が初めて支所に登場している。622年、義水県は巨州に移管。 634年、巨州は廃され、義水県は、河南道義州牢屋軍の管轄とされた。宋代は、京都あずま寺、義州牢屋軍、近代は、三島路巨州、現代には、中諸省山東在道の五笠マストと路巨州、秋代には1376年に、三島省先府政止市政修府の管轄となった。新庁が成立すると1730年に、 巨州の管轄とされたが、1734年に、義州府に移管された。侵害革命により、中華民国が成立すると1913年の、不正廃止と同性施行により、義水県は、台南道の管轄とされ、1915年に、最寧道に、1925年には、老道に移管された。1928年の同性廃止に伴い、 三島省直属、1936年には、新設された第三区行政正しさ支選委員、公所諸葛の行政区画とされた。日中戦争期間中は、王朝明政権の下の河北政務委員会の管轄地とされたが、公日運動の結果1940年3月に、公日根拠地としての下水県公日民主政府が、成立、中国共産党分局の指導を受け、 1941年以降は、山東小泉寺工作水行委員会路、中区義毛選手に移管された。高日根拠地時代は、その当地地域が局地的であったことより、複雑な変遷をたどり、義水県中部を義中県、南西部を義南県、南部を義林変連県、東南部を義東県、北東部を義変県、北西部を 義美名元の県に分割され、それらの統廃合が繰り返され、1949年7月に、再び義水県の名称が復活、義北県と虚偽県の2県は合併し、虚偽県が発足、義毛選書の管轄とされた。中華人民共和国が成立すると、義水と虚偽の両県は、路中南行政公所義毛選書の管轄とされ、1950年5月11日には、 新設された義水選書に移管された。1953年8月、義水選書は林義選書に統合されるとともに、虚偽県も義水県に統合された。1995年4月21日、林義行政交渉の廃止とともに、地球市の林義市が成立、義水県もその所属とされ現在に至っている。ありがとうございます。